凶悪は2013年の日本の犯罪映画である。ノンフィクションベストセラー小説、凶悪ある死刑囚の告発マイナスを原作とした、社会派、サスペンスエンターテインメント映画である。原作は、1999年に実際に起きた凶悪殺人事件、上申書殺人事件をもとに、獄中の死刑囚が告発した。 殺人事件の真相を潮四45編集部が暴き、首謀者逮捕に至るまでを描いた犯罪ドキュメントで2009年に文庫化されて10万部を超えるベストセラーとなり、2011年12月にフジテレビ系バラエティ番組奇跡体験アンビリバボーで紹介された。第37回モントリオール世界映画祭フォーカスオンワールドシネマ部門に出品し、 2013年12月6日から8日にかけてロサンゼルスで開催された LA エインゲイフィスト2013で招待作品として上映された。白石監督の初の長編作品とされることもあるが、白石は2010年公開の長編映画、ロストパラダイスイン東京で監督を務めた。スクープ雑誌、名牛を24に東京高知所に収監中の死刑囚、須藤から、 手紙が届く。記者の藤井は上司から須藤に面会して話を聞いてくるように命じられる。藤井が須藤から聞かされたのは警察も知らない須藤の余罪3件の殺人事件とその首謀者である先生と呼ばれる男木村の存在だった。木村を追い詰めたいので記事にしてほしいという須藤の告白に当初は半信半疑だった藤井も取材を進めるうちに 須藤の告発に信憑性があることを知ると、取り憑かれたように取材に没頭していく。冷酷な不動産ブローカー役を演じたリリー・フランキーは、ほぼ同時期に公開された、そして父になるでは、温かな家庭の父親役を演じており、演技の触れ幅が話題となった。工業通信社が2013年9月24日に発表した全国映画動員ランキングによれば、 全国78スクリーンで公開され、土日2日間の成績は、動員24,543人、公習3,368万7,500円を記録し、初登場8位となった。公開から11日で公衆が1億円を超えた、2014年2月時点で2億円強の公衆となり、年を超えてロングラン上映された。 ロサンゼルスで開催されている LA エインゲイフィスト s t 2013で招待作品として上映された。キャストバージョンと原作バージョンの2種類のオーディオコメンタリーを収録した DVD とブルーレイディスクを2014年4月2日に発売した。キャストバージョンは山田孝之、ピエール滝、リリー・フランキー、白石和也監督、原作バージョンは記者の宮本大地。 編集長の中瀬ゆかり、白石和也監督がそれぞれ参加して撮影時の苦労話や記事発表当時の様子を語る。ありがとうございます。